こんにちは、みゆきです。今回はニューヨークのソーホーとノーホーの街並みを感じていただきながら、私がアメリカのドラッグストアでリピート購入しているアイテムを紹介したいと思います。あとフォトジェニックな人気のあるスポットも紹介しますね。ニューヨークでおしゃれな人たちに遭遇したいのなら、ソーホーとノリータがおすすめです。個性的で洗練されたショップがいっぱい。私はショッピングというよりは散歩をしたりとか、ベンチに座って通り歩く人を見ているのが好きです。ソーホーにいると UPS の人の制服までおしゃれに見える。信号を待っている時でもこんなにカラフルなトラックが次から次へと。みんな楽しそうに働いて見えるのは私だけなのかな。フェデックスのお兄さんも絵になる。ニューヨークの中で私が一番好きなレストランはフレンチビストロのバルサザール。もう10年以上は通い詰めています。レストランの隣がバルサザールのベーカリー。私はバケットが好きでよく買いに来ています。レストランでは必ずバルサザールサラダとデザートにプロフィトロールをオーダーします。プロフィトロールはシュークリームの皮の中にバニラアイスが入っていて、その上に温かいチョコレートのソースをかけるデザートです。他にエスカルゴとステーキタルタが好きでよく注文します。バルサザールは一日中オープンしていて、朝の8時から夜中の12時まで。私みたいに不意に行きたくなる人にはぴったりなレストランです。フランス発のアモリーノのジェラート、花びらみたいで可愛いでしょ。この辺りはノーホー、ノリータとも言います。あ、お花屋さん。ポカポカした日にお散歩をするのが好き。去年の3月にストレスからなのか、最初頭皮がピリピリしてきて、そのうちまぶたが腫れて、今度は顔から首まで湿疹がバーッと出てしまって、かぶれもひどくなっちゃって、それまで気に入って愛用してきた SK-II のローション、クリーム、セラム、パック、すべてをストップしました。ほんとポリシーボ効果もあってとっても良かったのに。シンデレラの魔法が解けてカボチャの馬車になってしまった感じ。それはエイジングという現実。世界中の女性から愛されている SK-II、 効果があるとおすすめ付きの SK-II。 私は見放されてしまって、一体これからどうしたらいいのと暗く落ち込んでいたの。ふっとひらめいたのよね。ひらめきってほんと大切。魔法使いのおばあちゃまがもう私に来てくれないのなら、待てないシンデレラは自分でドレスを作る、馬車は自分で用意する。そう、内なるパワーを信じて改善。睡眠、運動、食事、メディテーション、そして肌断食。この可愛らしいピンクのレストラン、インスタ映えで今でもとっても人気のあるピエトロ・ノリータ。何もかもピンクの店。そうそう、かぶれ湿疹が一番ひどかった時は水で顔を洗うだけで本当何もできなくて、肌がもう少し落ち着いてきてからは洗顔にニュートロジーナのウルトラジェントルデイリークレンザー、そして化粧水には日本の方だったらよく知っていると思うんだけれども、ハトム化粧水を使っています。こちらはニューヨークの日本のスーパーマーケットで売っているので、下にリンクを貼っておきます。でローションには、セラビーのモイスチャライジングローションを使っています。セラビーには潤いを閉じ込めてくれるセラミド入り、みずみずしさを与えてくれるヒアルロン酸も配合されています。アメリカの皮膚科医からも推薦されているので、敏感肌の人にとってもおすすめです。今回気がついたんだけど、私が6ヶ月以上愛用していたローションとクリームはなんとボディ用でした。ボディ用としてもとってもおすすめです。
ここもインスタ映えで人気のノモ双方ホテル。森のトンネルは妖精になった気分。ホテルの中にあるノモキッチンもおすすめです。ブランチで人気のメニューはレモンフレーバーのリコッタパンケーキ、ベリーがたっぷりかかってます。アメリカのドラッグストアでリピート購入しているアイテムは、他に充血を止めるバイスインの目薬、痛み止めのアドビル。ニューヨークに来て痛み止めが欲しくなった時にはアドビルがおすすめです。日本のリキソニンに一番効果が近いと思います。私はリキュールタイプになっているのが好き。アクアフォーの軟膏、リップクリーム代わりに使っています。歯磨き粉ではクレストのホワイトニング 3D ホワイトグラマラス、あとセンソダインの地殻花瓶用歯磨き粉、こちらは日本のシュミテクトと同じブランドだそうです。ドラッグストアの製品は自分用にもお友達用にもお土産として気に入っていただけると思います。もう一つインスタ映えのスポットとしておすすめしたいのがオードリー・ヘプバーンのウォールアート。ぜひ寄ってみてくださいね。まだ目の周りが荒れているので秋までは肌断食をする予定です。セラビーのクリームはフェイス用としてではなくボディ用としてお使いくださいね。夏に向けてもっと頻繁に動画をアップしようと思っているので、また見てね。